こんにちは、吉田さん。節約ね、やってますよ。で、節約で稼いでます。どういうことかというとね、この1年の節約ぶりを見ても、電気代が毎月3万円だったのが2万円以下になってますよね。で、これによって月間1万、年間で12、3万の節約をしています。で、スマホのことまたお話ししますけども、スマホは私ね、去年の今頃まで毎月3万円払ってたんですけども、今はプラスで10万前後もらってます。自動的に。で、これ2つともね、利益が出る方法があるんですよ。それは自分が節約をした方法を人に教えていくっていうことなんですよね。どんな節約をしたらいくら得しましたみたいなのをずっとね、無料コンテンツとしてお話していくじゃないですか。その中でこの節約の方法は具体的にどうやるんですかって教えてくださいってことが来たら、丁寧に動画でメッセージを送りますよね。そしたらその方節約できるじゃないですか。で、楽ですよね。で、節約をして別のネタを聞きたがるんでまた教えるじゃないですか。中にはね、契約が必要なものもあるんですよ。そうすると私の紹介で契約してもらうと、節約したのに、しかも節約したその金額、安くなった金額からコミッションが私の方に入ってくるって形ができるんで、スマホなんてね、私の方法を使えば3万円前後だったスマホ代金が毎月4860円になるわけですよ。しかも60ギガだったかな、使えるわけなんですよね。で、全然いいでしょ。で、ドコモとかソフトバンクの回線、 au の回線そのまま使えますから、いいじゃないですか。で、利用料金が4860円以下の方は無理に変えなくてもいいかなと私は思ってます。でも変えることによって安くなる人は4860円にすればいいんじゃないかなと思いますね。節約できるでしょ。で、節約するときに紹介コードが必要なんですよ。そうすると4860円に節約できたのに、私の方には紹介報酬が毎月入ってくるんで、今となってはそれがですね、まあ10万円前後になっているということです。これ一生入るわけですよ。この仕組みが破綻したりとか規制が入らない限りね、一生入ってきたらいいじゃないですか。自分が節約したのに節約にとどまらず利益が出てるという形ですよね。これがだから代理店ビジネスじゃないかなと思うんですよ。だから世の中にこういうね、節約の方法が溢れていたりとか、代理店のビジネスっていうのが溢れているのに、どっちもやらなければそれはお金たまんないでしょって話なんですよ。節約ね、節約イコール稼ぎ方ですよ。で、その節約の方法を動画でバン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 話して、最悪誰も契約してくれなくても再生数から広告収入入るじゃないですか。なんかね、もう一丁上がりですよ。どうやってお金を稼ごうかみたいなことはもうね、考えるのは過去の話です。今はあれこれやって、ああなんか利益が高まってきたな、終わりってな感じですよね。だからこういう仕組みがあるのに、知らせているのに使わない人がいるっていうことの方が結構不思議だなと思います。そう考えたら、節約すらしないってことはもうお金貯まるわけないし、お金に対してものすごくね、もう無責任とか投げやりってことなんじゃないかなって思っちゃいますよね。だから今からでも遅くないんで、節約の方法をね、調べてみるといいと思うんですよ。まあ私の動画を見るでもいいですけどね。吉田さんもね、あれですよね、結局は新しい商品を買うのは時間とか手間とか気持ちの節約であり、しかもプラスパフォーマンス上がってさらに儲かるみたいなね、商品の質も良くなるし、なんかいいことづくめですね。いってらっしゃい。